ようこそいらっしゃいました。個人税の飛空艇乗り VTuber ゼンマイ蒸気です。さて、スチームパンクは好きかい？俺は好きだよ。この動画シリーズでは商業から同人までいろいろな TRPG を紹介していきます。今回紹介するシステムは竜玉です。竜玉は俺が最もおすすめするタイトルの一つです。一番好きなのは前回紹介したスカイノーツなんですが、初心者さんや未経験の人におすすめするなら竜玉が一番です。その理由も含めてご紹介していきますので、ぜひ最後までお付き合いください。まずはいつも通り世界観からお話ししていきます。一言で言えば竜玉は剣と魔法の世界です。ただそう言われて漠然とイメージするものよりも、そうですね、平和というか牧歌的な雰囲気で、戦闘などもあるんですが殺伐とはしていません。それはなぜかというと、そもそも魔王に値するものがいないんですね。何か人類と敵対するものとの生存競争という根幹の設定などはなく、このシステムは竜と季節と旅の TRPG と公式に紹介されていて、その中でも竜と旅というものが特に大きなテーマとなっています。キャッチコピーは、人は一生に一度胸躍る旅に出る。プレイヤーキャラクターも勇者や冒険者ではなく旅人であり、世界を救うなどの目的もありません。もちろん何かの強い目的を持って冒険をしてもいいんですが、あくまでもメインは旅そのものであり、矛盾したこと言いますが、目的地は目的ではないんです。旅の中で得る何かこそが大切なんです。町や村だって装備品やアイテムの補給地点ではありません。ちゃんと観光もしましょう。町に流れる香辛料や、港町なら潮風の香り、屋台で売られる食べ物の香りやランドマークなど、しっかり世界観を楽しむタイプのシステムです。それに付随する要素として町づくりルールがあります。これはプレイヤーを含めた全員で、次はどんな場所に旅をしたいか、どんな町に行きたいかを決めるためのルールです。そう、プレイヤー側も案を出すんです。次は魚が食べたいから港町に行きたいと意見を出したり、ロギンが少なくなってきたから大きな町に行って仕事を探そうとか、まるで本当の旅のように考えていくんです。素晴らしいルールですね。それから特徴的な設定に竜人というものがあります。この竜人ですね、これは GM ゲームマスターのことなんですが、なんとゲームマスターもこの世界に存在します。権限すると言った方がいいでしょうか。旅物語、つまり旅をする人々の出会いや別れなどの経験を物語として集めるため、この世界で旅をしている一団の中からお気に入りのグループを見つけ、旅を手助けしたり、逆に小さな試練を与えたり、旅人にいたずらをしたりもします。このグループというのがプレイヤーたちの一団なわけですね。まあとは言っても、そういう設定ってだけなんでしょうと大思いの皆さん、なんと竜人、つまりゲームマスターにもレベルやスキルのようなものがあり、セッションを重ねることで成長していきます。そうすることでセッションに役立つ能力を獲得して、円滑にセッションを進めていけるようになるんです。この能力というのがゲームマスターの分身だけあって、かなりメタなものが揃っていて面白いんですよ。セッション中にオリジナルのルールを作ったり、プレイヤーキャラクターの HP がマイナスになっても死亡しなくなるというアーティファクトや、セッションに協力的だったり、シナリオに沿ったロールプレイが上手いプレイヤーキャラクターにバフがかかるようになるブレスなど、ネタに振り切った祭りブレスというものもあり、次回セッションのゲームマスターをじゃんけんで決めなければいけなくなるブレスや、寝落ちしたプレイヤーキャラクターは財布を落としたということで所持金が減るようになるブレスなどもあります。まだまだこの項目で話したいことはあるんですが、世界観に関係するからとここで話しすぎると後の項目で話すことがなくなるので、ここら辺で。とはいえ、多分今回の動画はいろんな要素で世界観を感じてもらおうという流れになると思います。では次の項目へ。次はシステム的なあれやこれやについてお話ししようと思います。
まずはキャラクターのクラスをルールブックの文章を借りてご紹介します。ミンストレル、歌や踊りを披露しながら町から町を渡り歩く旅人の中の旅人。さまざまな局面でパーティーを支援するスキル、音楽を持つ。マーチャント、世界各地の品物を金貨と宝石に変える旅の商人。定価よりも安く物を買い高く売るスキルを持つ。巧みな話術で交渉ごとも得意。ハンター、知恵と技術で獲物を仕留める自然の仕事人。旅の途中あらゆる地形で食べ物を見つけることができる。モンスターだって食べられます。ヒーラー、病を診断し薬草で怪我を治す。誰からも尊ばれる癒しの人。ありとあらゆる危険がつきものの旅に一人は欲しい存在。ファーマー、自然の摂理と調和して生きる人々。生活の糧とするべく様々な内職に手をつけていたため他のクラスのスキルを一つ習得している。クラフト、便利なもの、美しいもの、美味しいものなどを作り出す職人。旅の途中で壊れたものを直したり足りないものを作ったりできる。ノーブル、文武両道を重んじ礼節を身につけ民衆を導く高貴なる人々。しかし野外での生活には不慣れで旅歩きは苦手と。この7種類からクラスを選んで旅に出ることになります。各クラスにはスキルが設定されていて差別化はされていますが、その他には特に制限はありません。例えば特定のクラスの専用装備などはなく、かなり自由なキャラメイクが可能です。次にアイテムについて。お話しした通りフレーバーを楽しむシステムなわけですが、それはアイテムや装備品にも及びます。アイテムには追加特徴というものがあります。他のゲームでは追加効果とか付加効果と呼ばれたりもするあれです。ちゃんとゲーム的に意味のあるものもあるんですが、中には美しい、可愛いといったものや、逆にキモい、ダサい、臭いなんて効果もあったりします。この効果はお金を多く払うことでアイテム類に追加することができるんですが、美しいや可愛いといった効果はかなりお高いです。具体的には装備品の値段が倍になります。例えば700ゴールドの剣に美しいという追加特徴をつけると値段は1400ゴールドになるわけです。逆にキモいとかダサいとかをつけると少し安くなったりします。しかもこれらの効果ゲーム的には何の効果も持ちません。ただこれは逆を言えば、美しい剣を持って旅をするというフレーバーのために倍の値段を払うことが許されるゲームということでもあります。最高ですね。ついでにお金関係で言うと、一番最初のキャラメイクの時に初期資金というものがあります。その中から自分で初期装備を揃えるんですが、もうね、この買い物部分だけでも遊ぶ価値があります。街の中の施設、例えば貨物配達、浴場、図書館、天気予報などにも料金が設定されていますし、酒や羊皮紙とペン、コンパスや傘などまでちゃんと売ってるんですよ。野営設備もちゃんと販売されていますし、荷物運搬用の打砕銃やペットとして連れていくための小動物まで用意されています。ロープなども10メートル単位の値段で乗ってたりするんですよ。しかもそのほとんどがゲーム的なデータを持たないフレーバーアイテムです。装備一式に加えて旅に必要なアイテムやシンプルに欲しいアイテム、それからキャラクターの設定に必要なものを限られた初期資金で計算しながら買うのはそれだけで楽しいです。例えば、文字通りの言語的な意味での観光を、つまり知的欲求で旅をするならノートとペンは絶対にいる。ただノートを持ち歩くなら雨が降った時のために傘もいる。でも普通に戦闘用の装備も必要で、そうやっていろいろ買い込んでしまうと肝心の野営設備が買えない。なのでごめん、誰かを、自分もそのテントで寝させてもらえないって他のプレイヤーに声をかけたりするようなやり取りは
本当に旅に出る前の準備をしているって感じがして、俺はすごく好きなんです。ぜひ皆さんにも体験してほしいです。それとこのシステム独自のルールでコンディションと旅歩きというものがあります。まずはコンディションルールから。よくコンディションの管理も仕事のうちだなんて言いますよね。でもプレイヤーキャラクターたちは旅を続ける旅人、拠点と呼べるものもなく、せいぜい屋根と壁のあるところで寝られたらラッキーってくらいのものです。そこでコンディション、ゲーム内時間で1日に1度毎朝ダイスを振ってその日の調子を決める必要があります。もちろんコンディションが良ければステータスの上昇などの恩恵が受けられます。これは前日の野営をうまくできたかなども影響するので、キャラクターたちはただ強ければいいわけではないんです。どれだけ喧嘩がうまくても野営に適した土地を見つけてスムーズにテントを設置したり、野生動物を飼って食料にしたり、怪我をした時に薬草になるのはどの草なのかがわからなければ旅は続けられないということですね。キャラクターたちは旅人ですから。さて、いつものように売りと鹿について話しましょう。今回のこの項目は非常にシンプルです。まずは売り、ズバリ世界を旅する空気感。このシステムは料理に例えるとカレーのようなもので、大量のフレーバー要素でめちゃくちゃ美味しい料理に仕上げている感じです。ここまで聞いてもらえたならご理解いただけると思うんですが、世界観と雰囲気、キャラに設定を持って行うロールプレイなどの楽しさは異質なくらいです。頭一つ抜けています。それからこれはかなり重要なことなんですが、なんとこのシステム無料で公開されています。漫画図書館 Z というところで PDF が公開されているので、 TRPG を遊びたいけどお金がないとか、一緒に遊びたいけど買わせるのは申し訳ないという方でも安心して遊んでいただけます。次に鹿、欠点という欠点がないシステムなので、個人的な不満を一つだけ。サプリメントが2種類出ているんですが、どちらも絶版になっていてプレミア価格になっています。この動画を作っている時点ではこれくらいですね。本体になるルールブックは無料で公開されていますが、サプリメントは実質入手不可能というのが鹿といえば鹿になります。本当に簡単に終わってしまいましたが、売りと鹿はこれくらいにして最後に総評に移りましょう。それでは総評です。まずは手軽さの項目です。この項目は手軽に遊べるのか、進化はやり込むことにあるかの項目です。高いか低いかではなく、属性値を表す唯一の項目です。竜玉は単発でもキャンペーンでも楽しめるシステムなので4点としました。単発でもそのシステムなりの良さをきちんと楽しめるシステムなので高評価ですね。それとゲームマスターの分身である竜人のブレスに未来というものがあり、これはセッション中に時間がなくなってきた時にセッション内の時間を早送りしたりできるんです。帰り道というものをカットしたりもできるんですが、こういうメタ的な能力をゲームマスターが持っているため、 TRPG にありがちないくつかの制限をゲームシステムで解決したりできる点も手軽にプレイできる要因となっています。続いて世界観。この動画では世界観自体の解説よりも世界観を楽しむシステムであるという解説を重視してお話ししてしまったんですが、竜と季節と旅の TRPG なのに、そのうち旅についてしかちゃんとお話しできていませんでした。なのでここでさらっと回収を。それぞれの要素が絡み合う世界観自体もとても面白いんですよ。竜と季節と旅という3要素がそれぞれ絡み合う。例えば竜は強大な存在が少数いるのではなく、地形や天候の竜がいるんです。草原なら草原の竜、砂漠には砂漠の竜がいて、それぞれどんな姿どんな生態をしていて穏やかな性格なのか、気性は激しいのかなどが設定されています。
地形は旅の途中、歩きやすさなどの部分にも影響しますし、天候や季節も影響します。で、地形だけではなくて天候にも流がいて、旅に影響する全般のそういった要素に担当する流がいたりするということですね。で、この流は概念的な存在ではなく、きちんと生物として存在するので、旅の途中、まあその宅によってですが、いろいろな関わり方もしていくことでしょう。次、独自性に移ります。今回の動画ですでに例えましたが、個人的に言うのであれば流玉はカレーです。一つ一つは大きい要素ではないものの、それらを丁寧に掛け合わせることで独自の風味を作り上げている。他のシステムはステーキやジャガバタのように、どれだけ美味しく素材を調理できるかで勝負しているような気がするんですが、フレーバー要素というスパイスの調合で、結果的にかもしれませんが、唯一無二に近い存在になっていると思います。当然、独自性は満点としました。雰囲気の説明なのでふわふわっとしてる部分も多いんですが、一度プレイしていただければきっと理解していただけると思います。次は明快さですね。一言で結論を言えば、取り立てて難しいルールはないが、独自のルールが多数あるため、初回だけは進行が多少遅れる可能性があるというところです。特にゲームマスター側ですね。セッション内の日付が変わるたびにコンディションチェックが必要になるので、プレイヤーにダイスロールをしてもらわなければいけないのに宣言を忘れてしまったりということが頻発します。この判定忘れてない？とか、この判定使いたいんだけどなっていうのがあれば、プレイヤーもゲームマスターに声をかけてあげてください。最後に値段、これは測定不能です。無料で公開してくれていて、なおかつ元は有料のシステムなので、いい意味で無限大の期待値を持つシステムと言えるでしょう。ルールブックは安いものではないので、あまりこれを買えとは言わないし言えないんですが、このシステムに関しては声を大にして言えます。いいから遊べと、これで総評も終わりですね。今回は俺が TRPG 初心者にまず進めるシステム、龍玉のご紹介でした。まあなんといっても無料なのは大きいですよね。しかも1ページ TRPG などのミニゲーム的なものとは違って、しっかり TRPG らしい TRPG していますからね。エモクロアとかアサルトエンジンとか、意外と他にも無料公開されていてきちんと作り込まれている TRPG はあるんですが、個人的にはですよ、初心者には龍玉をおすすめしています。なんといってもまあファンタジーっていうジャンルがとっつきやすいですからね。もう世界観をみんながファンタジーって言われて、剣と魔法の世界って言われてパッと出ますから、そこら辺の共有が楽なのは助かります。最後に、この龍玉というシステムは岡田敦弘という方が執筆されたんですが、この方も公私ともに TRPG やゲームというものにどっぷり使って生きている方で、現在はモノドラコという TRPG とマダミスが遊べる TRPG カフェの店長さんまでしています。このお店は台東区にあるので、東京ですね、東京台東区にあるので、興味がある方はぜひ。ルールブックが公開されている場所と一緒に概要欄にリンクを貼っておきます。ではでは、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それでは、待て、次回。